吉成洋吉成洋は日本のアニメ監督、アニメーター、イラストレーター、東京都出身、東京デザイナー学院卒業。兄は同じくアニメーターの吉成功。妻はアニメーションプロデューサーの筒見久子。アニメーターである兄、吉成功の手伝いとして、1991年発売の OVA、暴走戦国史、スペクター誕生で自身初の動画、 原画を経験。東京デザイナー学院在学中より、同様の形式で様々な作品に参加する。卒業後の1992年、マットハウスに入社。動画マンとして、アニメ制作キャリアをスタートするも、同年退社し、ガイナックスに移籍。ガイナックスでの動画期間3ヶ月を経て、当時制作中であった、青木ウルにイメージボード等として参加する。 1995年、新世紀エヴァンゲリオンでは、メカ作画監督や原画を担当。第2話では、初号機と人との戦闘シーン後半の原画も手掛けた。2000年、フリクリでは、第1話の鉄橋上の場面など、難度の高いアクションシーンを担当。監督の鶴巻和也は、彼はものすごく能力があるんで、当然のようにできちゃうと後に語っている。また、並行して、 イラストレーターとしても活動を始め、プレイステーション用ソフト、バルキリープロファイルでは、兄の吉成公と共同で、キャラクターデザインやイラストの仕事も行った。2007年、天元突破グレンラガンにおいては、メインスタッフとして参加し、メカデザインを手掛けたほか、メインビジュアルなども担当している。同作ではキャラクターが描けないことに不満があったといい。 勝手に人の机に置いてあった原画を修正したエピソードなどがある。2011年、ガイナックスを退社し、トリガーに所属。2013年3月には、文化庁若手アニメーター育成プロジェクト、アニメ未来2013への参加作品である、オリジナル短編アニメーション、リトルウィッチアカデミアにて初監督を務めた。本作では、原作、キャラクターデザイン、 作画監督も兼任し、アニメ未来の本誌でもある若手原画マンの育成にも尽力した。また、同年4月には、本作が YouTube 上に英語字幕付きで無料公開され、海外ユーザーからも続編を望む多くのコメントが寄せられる。これを受けて、同年7月、続編制作の資金を集めるため、アメリカ最大のクラウドファンディングサイト、キックスターターにて、 世界中から出資が募られると開始5時間で目標金額を達成。その後1ヶ月間で目標金額の4倍を超える625,518ドルもの支援が集まった。それを経て2015年映画リトルウィッチアカデミア魔法仕掛けのパレードが完成。同年7月にアメリカ・ロサンゼルスで開催されたアニメエキスポにてプレミア上映が行われた後、日本でも 公開となった。2017年1月には、同作がテレビシリーズ化され、監督を務める。また、2015年9月には、画集第1弾として、吉成洋画集イラストレーション編が、翌2016年9月には、第2弾として、吉成洋画集落書き編が発売された。それを記念し、笹百合カフェで2016年9月8日から10月10日まで、 吉成な店が開催された。AB、アニメスタイル零零三メディアパル、2013年、88、P ハット、アニメスタイル零零三メディアパル、2013年、89、P ハット、アニメスタイル零零三メディアパル、2013年、91、P ハット、アニメスタイル零零三メディアパル、2013年、100P、鶴巻和也帝本企業。 フリクリックノイズオータ出版2010年 38P ハットアニメスタイル003メディアパル2013年 92P ハット街遊びトリガーアニメ未来イベントに吉成洋監督スーシー役村瀬さんトリガー大塚社長らが登壇しリトルウィッチアカデミア制作秘話を語る東京アニメニュース2016年12月13日閲覧 ABC トリガーのオリジナルアニメ、リトルウィッチアカデミア TV シリーズ化が決定。映画 .com、http コロンスラッシュスラッシュ映画 .com スラッシュニューススラッシュ20160709スラッシュ17スラッシュ2016年12月13日閲覧。AB、アニメ、リトルウィッチアカデミア続編、今年公開キックスターターで7400万円、集める。 http://www.itmedia.co.jp スラッシュニューススラッシュアーティクルズスラッシュ1502スラッシュ16スラッシュ news083.html2016 年12月13日閲覧 ?ab キルラキルスタッフが送る魔女っ子アニメ続編米アニメエキスポへ映画 .com http コロンスラッシュスラッシュナタリードットミュースラッシュ映画スラッシュニューススラッシュ1494872016年12月13日閲覧。吉成洋が週イラストレーション編が9月25日発売。お助け。2016年12月14日閲覧。アニメスタイルイベントに天宮明が登壇今石博之と好きなアニメを語り尽くす。アニメ。アニメ。 2016年12月14日閲覧。アニメーター、吉成洋さんの画集発売を記念して、吉成洋店落書き編員笹さゆカフェが開催。資料展示のほか、オリジナルグッズの発売も。アニメートタイムズ。2016年12月14日閲覧。アニメスタイル第一号美術出版社。2000年、80p ハット。アニメスタイル003メディアパル。 2013年 78p ハット天元突破グレンラガン最終話のオーディオコメンタリーによりハット ABC アニメスタイル003メディアパル2013年 93p 小山茂太のツイートよりキルラキルクリエイター集団の新作アニメが10月劇場公開ありがとうございます